はい、皆さんこんにちは。フォートナイト考察のタクマンです。今回の考察は、最新パッチバージョン12.10でのマップ変化5箇所とマイダスの実に起こったとんでもない事態、そしてあのリンクスの隠れ家らしきものを発見したので、その紹介考察動画となります。まず最初に、ザ・グラ島の基地のシャドウ化。チャプター2、シーズン2にて追加された、 ザ・〇〇という5つの新しいランドマーク。ザ・エージェンシーだけはゴーストでしたが、マップの四隅にあるザ・リグ、ザ・シャーク、ザ・ヨット、ザ・グラトーはゴーストでもシャドウでもない施設でした。しかし今回、ザ・グラトウの基地がシャドウになっており、ブルータスのスキンもシャドウになっています。これはもしかすると、先日のブルータスのブリーフィングチャレンジをクリアし、ブルータスのスキンを ゴースとかシャドウか、どちらにするか選択するというイベントがありましたが、世界中でシャドウを選択したプレイヤーの方が多かったために、このブルータスがいるザ・グラトウの基地がシャドウに変わったのではないでしょうか。そう考えると、バトルパスのトレーラーにあった、そししてあなたは期間限定ののオペレーションに参加島運命を変えるこれと繋がってきます。 島の運命を変えることになりますと言っていますので、シャドウに投票したプレイヤーが多かったことにより、このザ・グラトーがシャドウの基地になってしまったのではないでしょうか。ただし、ブルータスのブリーフィングのチャレンジの2週目が先週の木曜日に始まったばかりなので、それからブルータスのチャレンジをすべてクリアし、さらにゴースとかシャドウまで決めるミッションまでクリアしたプレイヤーは、 それほど割合として多くはないと思いますので、先週のミッションから今回のアップデートまでの期間が短すぎるなという感じもします。この期間限定のオペレーションに参加しというふうにありますので、これはまたもしかしたら別のミッションであり、このバトルパスの画面の右下にある、この場所に今後出てくるミッションのことなのかもしれません。個人的にはここには、 例えば、今後、全世界のプレイヤーで、ゴーストとシャドウに分かれて、何かしらの形で競い合う形、プレイヤー参加型のイベントがあるんじゃないかなと思っています。例えば、ゴーストとシャドウに分かれてのチームランブルだったり、ゴーストとシャドウの50対50のようなモード、そういうモードだったり、チャプター2シーズン1の最後に登場した、サーチデストロイですね。あのモードを改良し、今回新しく登場したザ・リグなどの、 マップの四隅にあるあのランドマークの陣地の取り合いのようなイベント、そのようなモードが出てくる可能性も十分にあると思います。個人的にはね、そういうイベントがあるとね、面白そうだなと思いますが、そうなってくると、バトルパスを購入していないプレイヤーが楽しめなくなってしまいますので、エピクゲームズがね、そんなことをするのかなともね、考えてしまいます。どちらにせよ、今週と来週は、 t n t ナのウィークリーチャレンジが2週連続できそうですので、そのチャレンジが終わった後、ザ・リグの基地がゴーストかシャドウの基地、どちらかに変化するはずです。そして、この画面を見ると、ブルータス、t n t ナニャッスル、スカイの後はマイダスのチャレンジが残っているんですけど、マイダスがいるザ・エージェンシーだけはシーズン開始直後からゴーストの基地となっております。ここで、 今回のアップデートでニュースになっていたエージェンシーを探索せよ。ここにエージェンシーにはどんな秘密がとありましたので、実際にね、ザ・エージェンシーに行ってみると、なんとね、ここにあったマイダスの黄金の椅子がなくなってるんですよ。そこでね、椅子がどこにあるかね、近くを探索してみたところ、こちらの川のそばにヨットで運ばれている黄金の椅子を見つけることができました。そして、そのすぐ近くには、 この黄金の椅子を運び出すための車なのか、ロープを積んだ怪しい車が止まっています。草むらの中に車を隠しているような形になっていますね。これは単純に黄金の椅子を盗もうとしたお金目当ての犯行なのでしょうか。もしかすると、シャドウやアルターによるマイダスの拉致、誘拐を示しているのではないかと考えています。そして、 マップ左端にあるこのお金持ちの別荘のような家、今回のアップデートでも変更が入っていました。チャプター2シーズン1が始まった頃、この家のこの場所に赤い車が止まっていたんですけど、それが運転ミスなのか、このね、家の壁を破壊してしまい、そして次のマップ変更では、その車が崖下に落ちてしまうという、そういうマップの変化も起こっていました。そして今回のアップデートにて、 崖下に落ちていた車がクレーン車で釣り上げられています。この名前も付いていない場所にある一つの家に、ここ最近でね、アップデートでの変化が3回も入っていますので、非常にね、この家のこと怪しんでいるんですよ。というか、この家、明らかにお金持ちの家なんですよね。家というか、別荘っぽい感じもしますが、家であろうと別荘であろうと、どちらにせよお金持ちの家なんですけど、 このね、チャプター2の世界でお金をたくさん持っていると確定している人物はマイダス。もしかするとこの家はマイダスの別荘なのかもしれません。そして次のマップ変化がこちら。正直これが一番嬉しいですね。まだヘリコプター自体は追加されているわけじゃないんですけど、ヘリコプター発着用のヘリポートが FN ラジオ局の横に新しく設置されています。そして雪山にある ウェザーステーションの横にもヘリポートが増えていました。以前の考察でね、ヘリコプターが登場したら嬉しいと言っていましたけど、本当にヘリコプターが来る可能性が高くなったと思います。そしてここからが本題です。ヘリポートが現在存在している場所は、ザ・〇〇という5つの基地とプレザントパークの地下、そして今回追加された FN ラジオ局とウェザーステーション。実はウェザーステーション以外の ヘリポートがある位置は全てがスパイの基地なんですよね。ただし、ウェザーステーションだけはゴーストでもシャドウでもスパイの基地でもない何でもない場所なので何かおかしいなと思ってこのウェザーステーションを探索していたところこの場所、この場所の部屋の中でこのような机を発見しました。この机、実はあのシーズン7で登場したリンクスの机と 全く同じなんですよね。テーブルの右下に書かれた熊のぬいぐるみの絵、そして机に貼られた4枚の写真、そして机のスタンドライトまで完全に一致しています。ということは、ここはリンクスが隠れている場所であり、そしてトレーラー動画ではリンクスはスパイとして登場していました。このウェザーステーションは後々のアップデートで、 シャドウの隠れ家となる場所であり、そして現在、リンクスがスパイとして隠れている場所なのではないでしょうか。となると、このトレーラー動画にいる人物、それぞれが隠れ家として住んでいる場所が、このマップ上に存在している可能性が出てきます。すると、先ほど言っていたマイダスの別荘ではないかと言っていたあの場所。あの場所は、本当にマイダスの別荘。 兼隠れ家であり、この画面に映っているメンバーそれぞれに隠れ家として設定してある場所がマップ上に隠されている可能性が高いです。実はね、ほとんどのメンバーについて、ここが隠れ家じゃないかという場所のね、目星はついていますので、またね、いつかの動画でそれぞれのスパイメンバーの隠れ家をね、まとめた動画を出したいと思っています。はい、今回の考察いかがでしたでしょうか。チャプター2シーズン1の頃は、 マップの変化も少なくて、アップデートもね、あまりなかったんですけど、チャプター2、シーズン2に入ってから、フォートナイトが本気を出してきたようですので、楽しみですね。多分、ヘリコプターはシーズン2のうちに追加されるんじゃないかなとは思ってるんですけど、シーズン7の頃のね、飛行機とか、シーズン9でのロボットみたいに、ユーザー側からボロクソね、文句が出ないような形で、ヘリコプターが登場することを願ってます。個人的には、 チャプター2シーズン1で移動手段も全然なくて武器の種類も少なくてアップデートもね少なかったそういうフォートナイトよりチャプター1の頃のようにぶっ壊れアイテムがたくさんあったりアホみたいなね移動手段が次から次にアップデートで登場してユーザーがブイブイ文句言ってるようなあの頃のねフォートナイト結構好きなのであのその当時のフォートナイトが戻ってきた感じがして嬉しいですねというかね フォートナイトを作ってる総責任者のドナルド・マスタードさんが最近ツイッターでアップデートで一旦ゼロにして緩急をつけると良いみたいなことをねツイートしてたんですよ。ちょうどね、そのツイートってチャプター2の開始時にリセットされてシーズン1ではゆっくりなアップデートを行ってシーズン2からはガンガンね大きな変更をするって言ってるようなものですので本当、えー、ね、これから多分大きなアップデートがガンガン 来ると予想できますので、本当に楽しみです。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい。どうも、ありがとうございました。おつでーす。